伊佐城は、日立国伊佐群にあった伊佐市の日本の城。その城域は、東側にゴ行川を望む、大地城の瀬昔古山園名院関音寺境内と、その周辺で、伊佐城跡の名称で、茨城県の史跡に指定されている。つい記念不明。築城者は、藤原北家山陰流の伊達智宗との説割。また、天領三年、下野京領市の藤原秀里が、 平野正門追悼の際に上官、中立、下建の三官築いたという伝説があり、この三官のうちの中建を伊佐氏が回収したものが伊佐城との説もある。南北朝時代までの伊佐城については記録がなく、その詳細は不明。道場のあった日立国伊佐軍は平安時代末期から鎌倉時代まで伊佐氏の領地であった。南北朝の騒乱が、 日立国に及ぶと、上州の伊佐氏が、同族の伊達行朝を迎え、南朝方の北畑地下封佐が寄る小田城に行大宝城、石城など南朝方諸城と共に戦う。北朝方、高市冬軍の攻撃に長く耐えたが、広告四年に落城、以後廃城となる。三冠の内下館は、室町時代後期から江戸時代にかけ下館城として、 水谷正村など歴代上主が重視した。上官は下立城の四条区下城となった。伊佐太郎との説あり。観音寺境内に伊達行朝の供養塔がある。北畑地下房は小田城牢城中に人能政党記を執筆、石城で完成させている。ありがとうございます。